皆さんこんにちは、フェリシティです。サムネイル、まあ明らかにセガサターミニカと思わせるようなサムネイルですけども、まあもちろんそんなものは発表もされてないし出てもいません。なので決してそういう騙すとかそういう感じではないんですけども、これですね。これは何かと言いますと、サターンがこのモデルにチェンジしてからしばらくして出たセガが出したものですよ。だから公式な周辺機器なんですけども、 CD ケースですね。で、今何が入ってるかというと、スーパーファミコンミニが入ってるんです。で、本来はこういうディスクケースが入って、まあ普通のサイズの、まあこれちょっとプレイステーションであれなんですけど、こういうものも入れられるという感じのという周辺機器です。マルチコントローラーです。もちろんこのケースだけの紹介じゃあれなんで、今日は自分の持ってるセガサターンソフトをちょっと紹介したいと思います。こちら細身の CD ラックの中に、だいたい持ってるソフトの9割を収納してます。ただここにないものも結構、まあ9割の 10% のうちに、ナイツの初回のマルチコントローラーの入ってた箱とか、バーチャファイターの CG ポートレート集とか、そんな感じのものもここから外してありますね。場所だけ取るんで。まあ、RPG、アドベンチャーなど、そんな感じのものが並んで、もう入りきらないんですよね。やはり細いと。もうここも棚からはみ出した状態になってます。で、一番下の棚はずらしてこんな感じになってますね。別に隠してるわけじゃないですよ。ランポすごく好きなので、そのうち夢見館の物語と合わせて実況動画とか作りたいですね。で、ちょっとここに珍しいソフトが、まあインターネット通話、セガサターンインターネット通話は珍しくないですけど、裏のドラゴンズドリーム、これはそれなりに珍しいと思います。家庭用ゲーム機で初めての通信、インターネット専用の RPG ですね。当時これは一応希望すれば配布されてたので、一応希望だけはしたんですけども、そのちょっと始めるためのハードルが高かったのでやってなかったです。当時だけでもそれなりにあったんですけども、やはりここ1年でかなり増えましたね、安いものを。ごめんなさい、ワンチャイコネクションのケースを一時的に横に落ちたので映ってなかったです。特別にこれだけ映しておきましょう。そんなわけで、セガサターンソフト紹介でした。また何かありましたら、
今後もいろいろとセガサタンに関するものを紹介していきたいと思います。